こんにちは、黒田和です。今日もご視聴ありがとうございます。これ僕の自宅の練習キットです。ここで、これパッドがあって、ここ下これカホン、ね、このカホンペダルですね。なのでもう普通にドラムセットとして練習できますんでね。これ左足にこの、タンバリンを置いておけば、いいんですが、今日はまあちょっとタンバリン使わないですが、という具合に、やっていきたいと思いますが、アップダウンの、質問があったのでアップダウンをやっていきますね。でアップダウンは、まあ、高速化するのはもう頑張るしかないといえば頑張るしかないんですが、形的にはですね、手の動きをちゃんと解説しますね。普通にここを軸にこうやって動くの、これがダウンで、ダウンの時はもうこれパッドで練習する時は僕はこの縁付きが好きなんですけど、縁付いてる方をアップする時はこのパッドの中叩く、タロタロタロってなるようにする。でダウンの時はこうこうね。でアップの時は手首を上げてこうやって打つので、なのでこういう練習、3 4 1 n 2 n 3 n 4 n、 この時にちょうど肘掛けとかにこう肘がここが視点が動かない方がいいです。これちょっと前後に揺する人もいるんですけど、僕は視点を止めた方が得意なんで、こうするでしょ。でタッと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 タン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 タッタッとタッとタッと、これですね。でアップダウンはまあこのコンガの人とかはよくわかると思うんですが、こうヒールトゥーで打つ感じ、だからこう ヒールで打ってトゥーで打つ感じの感じ、すごい近いです。なので練習するときはよくこういう膝でこういう練習をしたりとか、これが速くなれば練習になるかな。大事なのは最終的にはこの、角度がこっちでもできるし、同じ場所でもできる。同じ場所にするときはね、なんか広瀬さんがなんかいいこと言ってたんですけど、スティックがずっと平行に保てるようにこっちの手をこう動かすと早く打てるよっていう話をして、めっちゃ早いんですけどあの人、ちょっと信じられない人が多いですが、こうですね。まあジョジョメイはこの指のこれでやってましたけど、僕ちょっとあれ得意じゃないのでやめときます。こんな感じで、なのでタッ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 タト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 タッタッタッタで、この間やったタッタッタッタタカタタカタタッタッタッタタカタタカタタッタッタッタタンタカタンタカタッタッタッタタンタカタンタカ、こう練習するとこの音で聞き分けてちゃんとタコタコタコってなってるかどうかを確認して、これが速くなるっていう風に言う具合に、こういう速くてもタク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 って聞こえるっていうことはちゃんと動いてるっていうことですね。こういう感じですね。で今度は足、せっかく足があるから要はこれでタッ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 、まあ、A、 これね、今度はタク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 ティクトン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 、タク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 ティクトンティクトン、こういう風に練習する。でタク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 タ、ここが問題ですね。ペダル、僕はスライドなので手前にこうですね。だからタトタト、せーの、ダウン、アップの時ここで、ダウンの時がここで手がアップ、で今度は1 n 2 n 1 n 2 n という感じでやって、1 n 2 n 1 n 2 n ダウンアップ、ダウンの時アップの時っていう形でちゃんとゆっくり、どこが一緒になってるのか、足の場合はここの位置を2と1って僕読んでますが、2番と1番で呼ぶと1 n 2 n 1 n 2 2211で動かしていくわけですね。これができたら今度はタコタタコタタコタ、これでいいよ。タトトンタコトンタコトン、この B はこのね、この上がってるとこが B、 このここに足が来るということですね。
で C がタトドン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 、D がタツトドタツトドタツトド、この時足が2つになる時にタツト手を上げてしまうと、この時ここのところ手を大きく上げておくと、そうするとこう足につられにくいので、というふうに練習してください。次はタッタッタタンタッタタンタッカ、そしたら A がタンタッタ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 タン、こうね、B がタトタタタトタ、ちょうど間に入る。次は C ね、 C をこれでやるとタドタタ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 タドと、縁とここがねちゃんと合ってるかどうかも確認しながらやってください。最後はタンタタ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 タンという具合に、全部こう自分の組み合わせの考えられるパターンを全部これで練習しておくってことですね。そうするとだんだんこうやったことのないことやると必ず足のアクセントにつられるので、やったことのない組み合わせをなくしていくっていうのがドラムのもうものすごく気が遠くなる作業なんですが、僕はこれは大好きで、とにかくこう宿題でこうページが多ければ多いほどワクワクするみたいなね。神保さんとか、のりたけさんもお話したことありますけど、やっぱりこう明日って なんか何が一番楽しいですかって言ったら、早く明日の宿題がやりたい、早く明日の練習がしたいっていう、もうなんかこういっぱい練習をこれもやりたいあれもやりたいっていうのがズバーあって、でそれをこうこなしていくのがもうひたすら好きなんですね。だからもう本当にファミコンのゲームをやってるみたいにやめれなくなってしまうタイプ、僕も比較的そういうタイプですけど、僕はちょっとドラムの以外のこともああだこうでやっちゃうタイプですけど、本当にね神保さんとかのりたけさんとかね、ドラムセット新しいの来たらもうドラムセットを眺めるのを何時間もかけて、ここの曲線が本当ドラム好きなんだなって思いますけどね。僕はまあいやもう嬉しいですけど、そこまでやっぱりこうドラムだけに愛情はっていう感じですが、そう他にもやりたいこといっぱいあるからね。でもまあ比較的それでも1日8時間とか平気で練習するタイプなので、もう今はそこまでやらないですけど、でも時間があったらもうずっとやってるタイプなんですね。まあそういうわけで、ものすごく細かい作業だと思いますが、頑張って練習してみてください。本日は以上になります。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。